ドネペジルは、コリンエステラーゼ阻害剤の一種であり、アルツハイマー型認知症、レビー小体系認知症進行抑制剤として利用される。エーザイの杉本八郎らにより開発された。機能性胃腸症に使用されるアコチアミドニ基所が似ているため、併用すると効果が強く現れる場合がある。ドネペジル塩酸塩は、アリセプトという商品名でエーザイから発売され、かつては、 海外市場をおいては、ファイザーとの提携により、同米で販売されている。新薬開発におき、欧米企業に遅れを取ると批判されがちな日本の製薬業界であるが、アリセプトは日本国外市場でも市場占有率8割以上を誇る。2018年のシステマティックレビューでは、中等度の証拠の質で30研究計8257人から継承。 中等症、重症の AD で12から24週のドネペジルの治療によって認知機能や日常の活動に小さな恩恵があった。アルツハイマー型認知症では脳内コリン作動精神経系の障害が認められる。翻訳はアセチルコリンを分解する酵素であるアセチルコリンエステラーゼを可逆的に阻害することにより脳内アセチルコリン量を増加させ 脳内コリン作動性神経系を復活する。ピペリジン誘導体に過敏反応のあるものは使用できない。また、心筋拘束、消化成長海洋、肝障害、衰退外路症状が現れた場合は医師に相談し、服用を中止する。なお、ドネペチルの開始容量とされる1日 3mg というのは、 有効容量ではなく副作用の発生を抑えるべく体を慣れされるために設定されている。また、コインなどによってドネペジルが過量投与となった場合はアセチルコリンが適切に分解できずに問題が起こる。わけだが、この際にアトロピンのような3級アミンの構造を持ったコーコリン剤は解毒薬として使用できる。これに対して4級アンモニウムの構造を持った 抗コ,コリン剤を使用すると心拍や血圧が不安定になるとった問題が発生するとの報告が存在する。1日1回 3mg から開始し、2週間程度で 5mg に増量する。高度アルツハイマー型認知症に対しては、5mg を4週間投与後 20mg まで増量することも認められているが、5mg 投与時より副作用が出現しやすいので、 増量には十分な注意を要する。アリセプトの開発者の一人、杉本八郎が認知症になった母親に誰かと尋ねられ、息子の八郎ですよと声をかけたところ、そうですか、私にも八郎という子供がいるんですよとの返事を受けた。これをきっかけに、杉本は会社から二度も認知症薬の開発を中止する要件言を受けたにもかかわらず、拒否し、 5年以上の歳月をかけて認知症やクアリセプトの創生に結びつけた。1998年、杉本はドネペジル開発の功労が認められ、イギリスのガリアン賞を受賞している。特許切れにより、ジェネリック医薬品にシェアを奪われたエーザイは、会社を支える新商品の開発を目指し新興企業のバイオジェンに協力してアデュカヌマブの開発に成功している。 ドネペジルは、ラセミ体、すなわち、以下の二つのエナンチオマーの一、一混合物である。ありがとうございます。